子ども PR 大使の GOGOSDGs。 こんにちは、今井遥です。墨田区は2021年度に SDGs 未来都市に選定されました。そこでこの番組では区内で行われているさまざまなワークショップを通じて、墨田の子ども PR 大使たちが SDGs について学習する様子をお伝えします。今日のテーマは星空観察ワークショップです。それではそろそろ始まりますので行ってきます。あ、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。私たちは、スターガーデンと申します。星空観察について教えてくれるのは、墨田の星好きな人が集うサークル、スターガーデンの皆さん。日頃から小学校などに出向き、星空観察を通じて環境保全の重要性を伝えています。じゃあ今日のワークショップで、この始まる前に今日のワークショップはどういう目標が当てはまるか聞いてみました。15番の陸の豊かさを守ろうです。それは何でですか？星空は空なので陸とも関係があるかなと思って。13番の気候変動に具体的な対策をで、気候変動とかでなんか星空とか見えなくなっちゃうかもしれない。じゃあ実際に今日のワークショップをやってみて、どんなものが関係してるかもう一回考えてみましょう。じゃあちょっとね、なんか暗くしたいと思います。さあ今そろそろ5時です。ああ5時になると星が見えてきましたね。うーっとちょっと目を上の方に上げていくと、まずは星空観察に関する講座からスタートです。墨田の空に見える星を通して星の種類やそれぞれの特徴を知ります。それぞれね、神話って聞いたことあるか。じゃあなんで墨田で星見えないんだろう。下の隅田が明るすぎる。隅田が明るすぎる。他には一番街の明かりなんですね。隅田の空はなぜ星が見えにくいのかという問いをきっかけに、都会の空は人が多くの電気を使うことで星が見づらくなることを知ります。隅田の街になってます。まあ東京の街ですね。日が暮れた頃、講座が終わり隅田公園に行きました。冬の隅田の空、双眼鏡を使い観望会の開始です。双眼鏡せっかく持ってきたから、双眼鏡をちょっと出して。双眼鏡を持って、双眼鏡でまずお月様見てみてください。あった、あった、見えた、見えた、まだ、あ、見える。デボコ見えますか？月どこ、あ、見えた。デボコ見えた、クレーター見えた。望遠鏡はみんなが共有して使うので、コロナ感染対策用に手作りの紙コップファインダーが一人ずつ渡されます。なんかデコボコ、デコボコ見えた？それが月なのよ。街の光があふれ、星が見えにくい都会の空。PR 大使たちは望遠鏡を通して多くの星の存在を確認します。土星の周りにリングがあって、なんか本当にあるんだって思って、なんか感動した感じ。宇宙ってすごいんだなって、なんか自然だけであんなすごい綺麗なものが見えたりとか。ワークショップが終わって、今日の学習がどの目標に関連していたかを再び聞いてみました。15番の陸の豊かさも守ろうで、光とかで木が朝だと思ってあんまり成長しなかったりするのとなんか似てるような感じがあるかなと思って。4番で教育をみんなにで、これをまだ知らない人とかに教えたら、やっぱり発言とかいろいろ分かりやすいと思うので。11番の住み続けられる街づくり、やっぱり明るすぎて星が見えないから、いらない
明かりとかを消したらもうちょっと星とかが見えるかなと。17、パートナーシップで目標を達成しようで、みんなが早めに電気を消すとか、そういう感じでいろいろ対策をしておかないと目標は達成できないから。17、もう一個だったら、なんか多分ちょっとしたことでも多分できることあるし、なんかすごい墨田区って住みやすい街だと思うけど、同時に綺麗な星とかもずっと見れたらいいなって思うから、なんかそのためにもちっちゃいできることからやれたらいいね、星空観察をきっかけにいろいろな目標にも目を向けた PR 大使たち。みんなの意見は墨田区のホームページにも掲載されていますので、ぜひ見てください。